がかゆい。飲み水さん、ソヤンさん、あーとスケさん、浅香さん、日向さん、リーチさん、タワーありがとう、ありがとう、ありがとう、あ、なかった、ありがとう。お話し会はね、お話し会しているときは楽しいんですけど、もうずっと喋ってるから家に帰ってきて一人になった瞬間、なんかポケってなる。まだよ、まだよ。ドドドってくるんですよ、急に。トゥルトゥルトゥル。ウドムさん、ピルシさん、ともゆきさん、かっこゆうちゃん、なんか、カンオケ。カンオケたくさん。ありがとうございます。あら、岐阜の菅さん。ひろしさん、カンオケありがとうございます。あら、ライディーンさんありがとう。ハロウィーンイベントも明日までですよね。そう、無気力、急にね、無気力になっちゃうんですよ。そう、脱力感がね。メンバーのコスプレ誰が可愛かった？メンバーのコスプレ、なんかみんなコスプレしとったっけって感じ。しとったか、それはもちろんしとったはずやけど、なんかあんまり、あ、でもアリちゃんさんが可愛かった。いつも可愛いけど、月が悪いな。これもう限界か。銀にしよう。そう、枝豆がね、2個いたんですよ今日。枝豆が2人もいてびっくりした。もう今は脱力感。なんかでもコスプレ、もうみんなが、メンバーみんながコスプレしてるけど、なんかもう恥ずかしいとかもなかった。
もうコスプレって感じ。ただ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 コスプレなんかコスプレといってもなんかねみんながしてるからこれさ、あ、見えるね。アービンさん、おいでます元気さん、バラーマディスカスさん、はじめさん、カピバラミキアさん、西エヌピーさん、ありがとう。よし、リュウイチさん、ありがとう。ありがとう。顔暗く見える。クマポーズしとこう。ありがとう。そう、なんかこの生写真とかでしたさ、グッズとかのこのコスプレとかとはちょっと違う感じのやつにしようと思って、今回はクマになりました。なんか光っているよ。なんかすごいすごい、なんかなんか照らされてた。赤エルさんとさ、タワータワー、ありがとう。すごい、タワータワーありがとう。タワータワーすごい。今サラは脱力感になっているので反応がこんな感じですありがとうございます。ギグの菅さん、ありがとう。ありがとう。
このクマはね、ちょっと前々から決めてたんですよ。なんかお店でコスプレ一覧を見た時に、あ、これなんかいいなってなんとなく思って、それからずっと決めておりました。確かにこれだけならまあまあ使えそうっちゃ使えそう使えそうっちゃ使えそう。まあね、明日はね2公演あるので頑張りますよ。ありがとう。そう、全く違う公演をね、2つなのでね、緊張してるって、いや緊張はしてない。まあ、するとしてももう夜ギリギリかな。今は全くしてません。しないですね、ミニマリストという噂を聞いた？どこからだ？シェルピーさん、ありがとう。うん、ここでいいや。ありがとう。のほ。朝、あ？どう日本も朝かさん、ありがとう。のみみずさん、ありがとう。
ロウィンイベントも達成よって、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうです。本当の女神ですって、ありがとうございます。ミニマリストではないよ、ミニマリストではない、ミニマリストではないけど、まあそれぐらいこうちょっと物は確かに少ないかもしれないですけど、フルーツだ、ありがとうございます。かぼちゃ届くかをバカにしてんなバカにしてんな、かぼちゃが届くわけじゃない、多分選べるんじゃない、さすがに果物かぼちゃと、かぼちゃはねサラの中ではフルーツではないので、部類的にはどうか知りませんが私の中では違うので、真のミニマリストは家にすら住まない、それはそれはやばい、それはレベチ、それはレベチだ。よいしょ、赤エルサントさん、タワータワーありがとう、タワータワーありがとう。なんか、うん、こうかな、こっちでもしとこう左手でもやっとこう。ありがとう、ありがとう、長めにしとこう、タワータワーなので長め、ありがとう、ありがとう、ありがとう。細さん、ゆうちゃん、ハロウィンギフトありがとうございます。達成したみたいですね、ありがとうございました。ハロウィン無理かなと思ってたんですよ、今回は。そう、今回は無理かなって思ってたんですけど、ありがとうございます。美味しいフルーツを皆さんのおかげでいただきます。多分。よいしょ。クマピーじゃないです、クマサラと呼び、
カサカスさんありがとう。うん、ありがとう。セリアスさん、スマイルさん、アクエルサートさん、めっちゃ可愛い人、ありがとうございます。クマサラ様クマサラ様ってやばい、クマダサラです。それは違いますねそれは違います。なんか本当にお話し会久々でしたね。なんかまあそれは時間的にそれは当たり前に違うんですけど、久々なんで。ウサギのイメージだった、なんかそれめっちゃ言われる、ウサギのイメージって。サインね、サイン効果かな、分からんけど、ウサギのイメージってよく言われる。チャートリで、あのアフターレインじゃ間違ったファーストラビットをセンターでやった時も言われた、ダンスの先生に。あーウサギって感じってどういうことって思ったけど、もしかして楽しかったですよって。よかったです。緊張した？マジですか。顔がウサギっぽい？飲み水さん、ありがとう。ポチリア。ありがとう。次はウサギでもみなみの、あの引っ越しの準備を一緒にしてあげたんですよ。なんかもう何からしたらいいかわからんって言ってて、結構そう手伝ったらなんかコスプレくれましたしかも結構なゴリゴリ、もう絶対サラは自分で買わんし着らんような、もうめっちゃゴリゴリな、もうゴリ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 ゴスロリみたいなメイドをもらったいつか着てなって言われたもらったけど、その着る機会あるかなって感じ。本当にそう、アイドルやってなかったらそんなね、コスプレすることないですからね。本当になんかそういう日あったっけ、そういう日あったっけとおかしいけど、そういう日あるっけ、お話し会のなんか日程であったっけ。まあまあいつかね着ようと思います。まあ、そう、みなみが着とったやつ最近多分わかると思う。スケさん、クマありがとうございます。パシモンさん、だるまありがとうございます。誕生日にメイドを着させないでよ
誕生日に着させないの、別にその着たいわけではないんだから。まあいつかね、いつか、いつかじゃなくていつかね、いつかじゃなくていつか。明日はハロウィンだからって、いや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 、前夜祭したのが今日したんだから。でもね、これ本当はねリボンついてるんですよ、赤の。でもなんかこれをつけたらなんかサラ的にはちょっと違うなと思ってつけなかったんですけど、まあメイドはいつかの機会にね、いつかね、いつかいつかいつか。サラはあの嘘のいつかはやらないので、なんかあのちゃんといつかですな。なんてこった。マークさん、たーたーありがたわ、ありがたわ。かっこゆうちゃん、なんかハロウィンのやつありがとうございます。でももうハロウィン、ハロウィンイベントは達成したので無理なく大丈夫ですよ、ありがとうございます。サラピに釣られた、あら、ちゃんとやるよ。さあ、いつかは、いつか詐欺はしないです。子供の頃によく大人っていつか詐欺をするじゃないですか。なんかご飯行きたいみたいな言っても、いつかねみたいな、そう友達と遊んでてご飯行こうってなってもいつかねみたいなされるじゃないですか。そのいつかが来ないと怒ってたので、サラは。だからそのいつかじゃなくてこう、まあいつかって言っても本当にあればいいじゃないですか。だからそのいつかを絶対いつかはします。いつか詐欺はしないですよ。そういつか買ってあげる、いつか行こうねみたいな、まあでもそんな大人にはならないぞというまあ子供の頃はね、そうやっていつかねってこう言うしかないんでしょうけど、ちゃんとしてくれるの偉いしますよ、そりゃ。いや、もちろんしますよ。日本人はノーとは言わない、言うよ。言わないと生きていけないよ。リボン落ちた？落ちてなかった。あ、無理無理無理だ。なんかオレンジを見たらさ、ハロウィンって感じするよね。オレンジ色を見たらば、オレンジ色を見たらば。
マークさん、ありがとう。いた。もうここでいいね。くまー、ありがとう。ありがとう。よいしょ。おいでます元気さん、バラセリアさん、みんなギフトが止まらなくなってギフトが止まらなくなって、無理しないでくださいね。ギフトが止まらなくなっちゃって、マジスカさん、セリアさん、王さん、おいでます元気さん、ありがとうございます。みんな止まらないんだから、ダメよ、そんな簡単にクマなんかに釣られてちゃダメですよ。ダメだよ。何から始めたっけ。トト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 ト、動物には釣られますって簡単じゃないか、ダメだぞ。鮭一匹送りますね。確かに熊ってなんか鮭ですよね、くわえとるイメージ。多分これ本当に一番可愛いのはお尻なんですよ。見せんけど、あ、ここなら見せれるか。ここまでは多分見せれるんですけどね。ほら、あら見えてない、このこれがね、本当は多分本来一番可愛いものなんですよ。はい、だだだだ入ったたたた、ユリニアの動画は釣られます。あ、みんなからさそういう反応されるけど、別にそのメンバーといるときは、まあ、あれは割と通常運転なので、そんなサラからしたらそんな特別なものを見せたって感じがないんですけどね。島県さん、おそさん、ゆかちゃん、スマイルさん、すけさん、ありがとうございます。腰が痛い、腰が痛くないサラちゃんの尻尾って、サラの尻尾ではないサラの尻尾ではない。サラが着ているものの。ショールームのサラがテンション低いんですショールームのサラがテンション低い、ショールームのサラは一人でいる時のサラのテンションです。話し会もハイテンションだから想像つく。そう、あんなもんあんなもん、熊の尻尾がサラピの尻尾なら噛みついてますよって、あ、いや、もうやばい発言をしていることを気づいた方がいいですよ気づいた方がいいですよ。サコちゃんのぬいぐるみコレクションに入れそうって、それめっちゃおもろい、それめっちゃおもろい。そう、しかもここ何か3ヶ月ぐらいはもう本当になんかお話し会なかったので、コメントでしかみんなの言葉を聞かないので、すごいなんか機械的に聞こえるんで、なんかわかる、やっぱ LINE とかってずっとしてたらなんか気持ちってわからないじゃないですか。普段アップルしてたらなんかこう
あ、こういうテンションで LINE してきとるやろうなっていうの分かるけど、そんな話したことない人の LINE ってなんかどういう人、どういう感じのテンションか分かんないじゃないですか。その感じになるんですよ、話してないコメントをずっと見ていると。けどこう今日みんなと話して、なんかみんなも人間なんだなって思った当たり前やけど、なんかみんなも人間なんだなって、話してる表情とかを見て、そう、みんなも人間なんだなと思って、そう考えるとなんかちょっと腹立たしいコメントをしてきたとしても、なんかさあ、許せるよねなんか許せるよねって思った。なんかさ、そうそう、そうなんかやっぱさ、そんなずっと話してない、何ヶ月も会ってない、会ってないっていうか話してない、見たことないような人からなんかちょっと悪い感じ、悪な冗談を言われても笑えないんですよ笑えないんですよ。けどお話し会とかでこうやっぱ話してたらこうね、おーってこんな感じで冗談言ってるんだろうなって分かるんですよ。だから今日はお話し会って大事だなと思いましたね。アイドルって本当に生きてるんだなって気持ちになる。おー、確かにね。乙女、許せよ乙女、乙女ありがとうね鼻で上がるって、そうだね腹立たしいコメントは一部よね、それはもちろん、もちろん全部が全部じゃないですよ、全部じゃないけど、まあと言っても次は12月までないんですけどね。そうだよ、12月までないんだよ。まあ間にくまさん、ありがとうございます。間にあのあれがあるけどね、直接のお話し会とかはあるけど、話し会いつか行きますって、そのいつか大人のいつかではなくて本当のいつかだと信じています大人のいつかじゃなくて、今日は初めまして、可愛すぎてやばかった、ありがとうございます、また話しましょう。コメント読んだら声が再生されるレベルまで、あ、確かにそれは素晴らしいですね、それはいいですね。そうだよね、仲いい友達とかで冗談言い合えるのって声が再生されるからいいんですもんね。何を楽しみに、もう直接のやつがあるから、そうそう、そろそろランキング読もうかな、今日は。明日はね、2公演ありますのでね、早めにね行きたいと思います。では48位柴犬さん、24位、固まってんの、固まっている、なんか固まってるんだけど、いつもランキング持ってさ固まるんだ。24位もんちゃん、13位おさん、12位セリアさん、11位ゆうちゃん、10位ひろしさん、9位かっこゆうちゃん、8位りゅういちさん、あらとはくれたかった、こんなに低い、
8位龍一さん、7位のみみつさん、6位ゆうのすがさん、5位あさかさん、4位ライディンさん、3位ミシェルピーさん、2位マーク2さん、1位アカヘルサンタさん、ありがとうございました。では明日はですね、あ、そう、フルーツ達成、ハロウィンギフトも達成いたしました、ありがとうございます。明日は昼が2期生の2周年特別公演で、夜が本当なんだっけ、僕の恋の予感公演、僕たちの恋の予感公演、滝野さんの生誕祭に出ますので、まあぜひ配信とかで見ていただければと思います。それでは終わります。ありがとうございました。10月、明日配信出てるかわからない、10月配信ありがとうございました、一応ね。ではおわりまーす。固まっているね。あれ？また止まっちゃった。それではありがとうございました。バイバイ。